大災害。まず最初に大洪水があったのだ。それも鉄砲水のように突然で激しいものが。それで一瞬にして遠くまで流されてしまった。なぜか濡れた感じはなく、波乗り気分。気づくと乾いた田んぼの真ん中に寝転んでいた。斜め右上の方向から次々と黒くて大きなコンクリートのかけらみたいなものが落下してくる。うわぁ、危ない。寝返りを打って避ける。運が良ければ当たらないかもしれないと、起きなくても済む理由を考えるが、無理あるようだ。あんなのに当たったら確実に死ぬ。眠いのだが立ち上がって左方面へ逃げる。山が見えて、あそこなら林もあるだろうから、いくらか安全かもしれない。逃げ惑う人々の姿がちらほら見える。他人の心配なんかしている場合じゃない。食べ物を確保する余裕もない。それにしても、どういうことなんだ？一体何が起こったのだ？